こんにちは、東北キリトンです。お久しぶりです。今日も釣りをするのですが、正直飽きてきました。画面の絵が違うだけでやってること同じだからな。釣りはリアルに限るね。今年はワカサギ釣り行けそうにないな。全部コロナが悪いんや。来年は平和だといいな。とりあえず一番レベルの低い餌で釣ってみよう。雑魚釣れると餌代がもったいないんよな。最低レベルでハエ1匹200円やで。ハエって1匹何グラムだ？知らんな。この針に刺さる巨大なハエサイズでも 0.3 グラムとかかねえ。1グラムはないだろうな。大負けに負けて1グラムだとしても1グラム200円か。グラム2万円の牛肉みたいなもんか。やべえな。切り身とか何の切り身なんだろうな。庶民の口には到底入らない高級品やな。レベル低い餌でもでかいの釣れるんやな。そうみたいな。こんなん一番安くてええわい。他の釣りを行ってもしょっぱいのしか釣れねえんだわ。唐突に話題変えんなや。釣っても金にならんと釣り進まんし、でかいのもっと探しに行かなきゃさ。そうだな。でかさイコール金額みたいだしな。場所変えるか。いろいろ行ってみようよ。ここでは僧侶が釣れると聞いた。僧侶ってでかいんだろ。川の水を抜く番組で見たことある。豆を餌にすればきっと釣れるな。っていうか、川の水は抜けないぞ。うっせえ。テラリアなんて海の水抜けるんだぞ。マップ端の海を地獄まで貫通させたら干上がるんだぞ。暇人かよ。テラリア懐かしいな。地面に潜った後空飛んでアイテム集めたら満足しちゃうんだよな。ボス戦面倒くさいしな。進んでいくと地形が腐っていくのもな。建築に興味ないからすぐ飽きる。なんか来たぞ。引きが弱い。遠くまで行かないな。ああ、もう釣れちゃう。大きくはないな。本来1メートルで7キロ行ったら結構な魚だけどな。ニジマスは倍でかいんだわ。いろいろ麻痺してやがる。次行ってみよう。なんかでかい魚おりゃんのか？おい、このチョウザメってのいいんじゃないか？チョウザメはでかいって聞いたことがある。卵取ってまた放流する魚だろ。おう。こいつが小さかったらこのゲーム卒業だな。中体の間違いでは？細かいことはいいんだよ。突撃。チョウザメって豆で釣れるんか？あ。とりあえずチョウザメ用の餌セットして再開だ。切り身で釣れるっぽいからこれでいいや。10ドルの切り身か高級品だな。大間のマグロかな。マグロでキャビアを釣る、等価交換ポイね。でもキャビアって黒いとびっこだろ？バカ舌は人工いくらでも食べてればいいんです。そういうキリタンは人工いくらといくらの区別つくの？どうせ醤油の味しかしないからわかんない。バカ舌の極みやんけ。高そうなものはうまいと言ってくればわかってる人の仲間にできるし。なんか金銭に触れたぞ。安いものでもうまいと言ってくれば、人に悪い印象を与えないんやで。食通がブチ切れそうなこと言ってんな。味方変えれば好き嫌いの激しい人たちだろ。もう喋るな、この話題は危険だ。安いものがまずいんじゃなくて、ダメだこれ。高いものよりうまいだけなんだよ。そこ勘違いした人が。OKOK、明日駄菓子買ってやるから。やった。で、なかなか釣れないんだけど。これ時間変えてなんか意味あるんかな？なさそう。眩しいから夜にするわ。釣れんな。チョウザメおりゅんかいな。おゆおゆ。こねえし。来たぞ。なんかのっぺりした魚だな。チョウザメって、もっと角張ってなかったっけ？わかんない。フォルムは軟骨魚っぽいな。お。なんか角っぽいからチョウザメだ。グウェイ引きが強い。どんどん持ってかれるな。おお、切れる切れる。ニジマスより強いぞこれ。こいつは期待で決まんな。50メートル持ってかれてるな。わけわかんないとこ乗り上げたぞ。40メートル先の岸とか取りに行く気になれんわ。まあもう力尽きたみたいだし。おお、チョウザメってこうやって釣れるのか。リアルも困難なのかな。どうだろうな。こんなもんか。思ったより小さいな。もうちょい頑張ってみるか。キモ。キモい言うな。うん、釣れるけど。ニジマスと変わらん。もう一声だな。陸じゃこれが限界かな。こうなったら、行くか。船に。試しに行ってみるか。船はどこにあるんだ？適当に飛んでみよう。4にはないだろうな。前は船に行っても釣れなかったからな。レベルも上がったし、前とは違うのでは。
よくわかんないけどこのエコーを頼りにするか。よく見ると、エコーの点がでかいところがあるからそこ行ってみるか。よく見ないとわからんな。キリタン運転下手だな。うるせえ。なんか水面泳いでるやついるな。あれがでかいやつなんかな。早速釣ってみようよ。針で隠してみよう。サイズ合ってるの？知らねえ。ダメでした。クソが。字幕めんどくさくなってるな。よし来たぞ。いい加減でかいの来てくれ。見た目じゃよくわからん。どう？でかそう？切れそう。何？手応えなさすぎて頭に来てるん？引けねえんだよ。おお、これはでかいか？糸の音がやばい。頑張れ。なかなか持ってくなあれでも50メートルで力尽きたぞ。最初と変わらんなちょっとしぶとい感はあるけど。すごくでかいわけじゃなさそうかな。おら早く来いや、おらおら。まだ少し引くねえ。おお、30キロいった。画面下で小さく見える。まあ、この辺が我々の限界なのか。レベルもっと上げて海の3桁の魚釣りたいもんだな。40キロ超えも釣れたけど手応え同じだった。ログで100キロ超え釣ってる人もいるな。我々にはまだ色々足りないようだ。じゃあそんなわけで、今回は終わりにしよう。あとはレベル上げなのかな。コツコツやるか、失踪するかのどっちかだな。というわけでまたね。